ランボルギーニ 350GT は、イタリアの自動車メーカーランボルギーニで1964年5月から生産されたグランツーリスモであり、量産市販車として、ランボルギーニが初めて生産した乗用車である。カロッツェリア・トゥーリングの製作したスーペルレッジェーラ方式のボディを採用している。ボディパネルはアルミニウム合金製。 試作者であった 350GTV から開発費や製造費などを減らすためにエンジンがウェットサンプ構造に変更され圧縮比9.4カムリフトを低くする等性能を下げる処理がされている 300GTV のホイールベースは 2450mm であったが生産型の 300GT の設計は 2500mm に延長されたシートは全部に座席のほか。 後部に補助的な一座席が設けられていた。生産台数は131台節、135台節、143台前後と、する説がある。後継車種は 400GT。また、ザガートの手が加えられた、ランボルギーニ 350GT ザガートが2台、製作された。フェルッチオの情熱から始まったランボルギーニ、ランボルギーニ大阪、ライトファーストタイム。 ランボルギーニ GT350 スーパーカークラシックス4企画室猫1990年66ページありがとうございます。